屋のギャラも計算したら結構稼いだはずなのに、ビールをしこたま飲んだから結局差し入れプラマイゼロだ Baby。 それでも営業さ、さあこっからちょっと短めのネタに行きます。ネタに行きます。この間名古屋の方にちょいと呼ばれて演奏しに行ったのはいいけれど、新幹線の一番安いプラットこだまで片道1万2000円、それでも往復足代と顎代合わせて3万円。でもその名古屋のライブは結構お客さん入ってる、ぶっちゃけギャラが良くて儲かったのはいいんだけれども、このギターを、このギターをリハーサルの時にこのギタースタンドのとこに置いといたら、オーベイベー、誰かが倒した。ボキっていう変な音がして、まあまあいいよ、でも俺は何気ない感じで、ライブを終わって東京に帰って、お茶の水の黒沢楽器に修理に出したら、オーベイベー、修理代が29万3000円。ちなみにこのギターは20万円、修理代合わせて50万円、その名古屋のライブのギャラは5万円、赤字が45万円。そんなの修理するわけないやろ。オーベイベー、やってられないブルーズマン、名古屋で大損だ。